こんばんは、仰天ゆりなです。はい、というわけでですね、まあドボンがですね、ちょっと私が追い込みの時期に、まあ毎度なんですけども、結構忙しくて全然ドボンができてなくてですね、なんと今昨日の時点でね、13位までが出れるんですよ。で、14位の人ともほとんどないかな、14位が大差がなくて、そう、多分抜かされる、やばい、もうね、悲しいことにね、全然ちょっと追い込み、あれ16位までじゃだっけ、あ、16位までか、まあ、何位でもいいんだけど、でもあんまり大差が全体的になくて、結構さ、何が勝負どころかって言ったらさ、毎回毎回さ、追い込みがすごいじゃないですか、他のファンの方ってすごい、それはよくやってて思うんですよ。だから多分ね、スルンと抜けられ抜けられそうじゃない、なんだっけ、抜かされそうでやばいとか言いながら、残念ながらですね、もう明日も明後日もね、明日明後日レッスンなんですよ。昼から夜まで、ちょっとね、本当にそうなの。なんかもう私より下の人って本当に僅差なのよ、ちょびっとの差しかないから、もう多分ね、越そうと思ったら全然越せるぐらい、ちょっとやばいですねってことで、どこやってこう、めちゃくちゃ眠すぎてやばい、ほんまにもう寝そうやもん、自分もうほんまに、なんかもう眠すぎて、寝てないけどさ、昼寝してないけど、ほんとにマジでやばい、ほんとにやばい、やばいの寝られへんし、なんかこれでさ、ちょっと夕寝しようかなって思ったの、なんか全然振り起こししててんけど、もう何にも頭に入らへんの、なんか、うんみたいな、気づいたら、あれみたいな、聞いてるだけみたいになってて、やばいと思って、もあかん、寝よと思って、寝よう思った、全然寝られへんかったわ。そう、なんかさ、早起きの習慣がついたせいかさ、マジで早く目覚めるの、ほんまに意味がわからん。まあ確かにさ、昨日なんて4時半に起きたからさ、うち、なんなら正確に言うと4時20分に起きたんだが、そう、本当にマジで眠い。よし、というわけで、もう49分になるから、50分から2分おきにやっていきたいと思います。というわけで、本当に眠いわ。なんかさ、寝れるって時にさ、寝たいのにさ、寝れるって時になんか早起きの習慣が身についてると、その時間に起きちゃうのよね。だから今日は仕事がなんか10時ぐらいに起きようと思った、いっぱい寝ようと思った、全然よ、9時ぐらいに起きてしまった、ね、めっちゃ眠い。みんなからするとさ、寝てるやろって思うやん。そう、寝てると思うのよ、でも眠いのよ。そう、ここ最近朝が早すぎて、昨日も帰ってきたの遅かったしね、眠ってない。だから明日こそは、明日レッスンだからメイクしなくていいし、今日はなんかメイクしてこないといけなかったからあれだったんですけど、仕事だったから。でも明日はレッスンだからメイクしなくてすっぴんでいけんじゃん。だからマジギリギリまで寝て、もう起きてご飯食べて、で準備もしてるから、もう用意ドンで出ればいいだけやから、もう本当に寝ようって思うけど、どうせ寝れんと思う、どうせ寝れんやろうなって思ってるけどね。でも寝る、もう絶対寝る、眠いもんだって。もう眠いとさ、頭動かんじゃん。レッスンだと気分的に楽なのかな、1ミリも楽じゃない、逆に緊張するよレッスンって。え、じゃない、逆にだってレッスンってさ、それこそさ、なんていうの、振り覚えるレッスンだったら覚えなきゃってなるじゃん。
だからめっちゃ頭を使うわけで、逆に例えばじゃあみんなで久しぶりに、まあ、最近だと今度だと鉄の公演があります、じゃあ鉄の公演をみんなで合わせますってことは、合わせるってことはそれまで起こしていかないといけないから、もうそれでめっちゃさ、ほら覚えなきゃ覚えなきゃってなるじゃん。で立ったらさ、踊れないといけないからさ、やばいやばい、何番だっけ何番だっけみたいな、何だっけ振りみたいな感じになるじゃん。だから結局ね、レッスンってね1ミリもね、私的に、私個人の感想、私はあんまり楽じゃない。なんか私はあんまり覚えるのが遅いから、余計になんていうの、覚えなきゃってなっちゃったりとか、そう、なんか間違いなく大丈夫かなみたいな感じでなっちゃうのね。人によると思う、なんか割と覚える人からするとそこまでかもしれないけど、私は覚えるのがすごく苦手だから、結構ね、あーってなっちゃうかな。まあ、普通のそのなんて言うんだろうな、表に出る仕事、まあリハだから、リハっていうかレッスンだから、まあ間違えても本番でできればいいんですけど、だからそんなに気を重くすることはないんだが、ないのだが、でもやっぱ不安ってあるじゃん。なんか、いけるかなーみたいな、大丈夫かなーみたいな感じのさ、そういうそのやつってあるくないね。全やばいんだけど、ほんと眠すぎて1ミリも1ミリもっていうのは嘘やけど、あと3曲ね、もう覚えられてないんだよね。その3曲を起こさないといけない、ガンショールも終わったら。頑張る、あと3曲やったら、とりあえず一通りやった、一通りやったんだけど、なんか全然頭に入ってないから3曲はもう一回やらないと、ちょっと頭に入ってなかった、眠すぎて、なんか半分上の空だったからそう、いや、もうちょっと覚えるのが得意だったらよかったのになってシンプルに思うんだけど、あ、そう、なんかさ、うちさ眠いから、今日はなんかね、私なるだけショールームなんか眠くても一生懸命テンション上げて喋ろうと思って、昨日もなんか一生懸命めっちゃ喋ってたんだけどさ、昨日さレッスン終わって家帰ってくると遅くなっちゃうからと思って、レッスン終わってすぐレッスン上で配信したんだけど、なんか Wi-Fi 最初つけてたの、でも全然止まってて、なんかカクカクになっちゃって、なんかわかんないって言われたから Wi-Fi 切ったんだけど、Wi-Fi 切っても全然なんか荒かったし、タイムラグがすごすぎて、コメント欄のなんかもう全然会話になんないのマジで、えみたいなし、なんか途切れてるせいか、言ってんのになんか言ってないよみたいな感じですごい言われて、えみたいな感じになっちゃって、ちょっとなんかすごいタワーの人めっちゃ何回も名前呼んだんだけど、結局なんか全然なんか呼べてなかったっぽくて、昨日ちょっと755で書かせてもらったんだけど、タワー立ててくださった方とか、そうね、マジ昨日タイムラグがすごすぎて本当になんかやばかった ね、マジで会話が成立しなさすぎてもなんかえーみたいな感じになっとったもんねみたいな感じで聞いとる答えが全然返ってこうへんっていうし、なんか言った後に、言ってもうめっちゃ経った後にそれに対するコメントが流れてきて、えみたいな、え、聞こえてなかったかなみたいななんかいつもね、タブレットでやってんの。でも昨日はレッスン所だったから携帯しか持ってなくて、携帯でやったんだけどダメだったんだよね、本当に。わらわら、そんなことあると思って、久しぶりにやったらさ、なんかめっちゃ携帯でやったら携帯がダメなのかな、なんかちょっとわかんないんだけど、全然ごめんね、なんかコール&レスポンスできなさすぎて、なんか何言ってんのか分かんなかったね。なのに私一生懸命さ、なんか見えるこれめっちゃ一生懸命話してたんだけど俺がさみたいな超言ってたんだよね。でも何なんだろう、 4G だからさ、でも私あそこで配信したこともあるんですよ、ちょっと前とかだと。それこそぎょうちゃんせりちゃん公演やった時にせりと2人でやったし、レッスン場から。だからそんな悪いはずではないですよ、あの時普通にだってできてたから。時間帯なのかな、それとも私の携帯がダメなのかな。でもその時は私の携帯でやったから普通にできてたんですよ。なんでだろうと思って、わかんない。そう、でもその時は Wi-Fi つなげてやってたんですよ。
だからなんかその時間帯、あの時間って9時とかってさ、人がいっぱい携帯触るから、もしかしたらそれでダメだったのかもしれないけど、なんか今までできてたのに、そうこの間全然できなくて、うん、ちょっとねよくわからないことになったっていうね。まあというわけで教えて仰天もやりましょう。トークテーマがないですってメールで書いたので、あと755にも教えて仰天やりますって書いたんで、教えて仰天多分みんながきっとトークテーマをきっといっぱい書いてくれてると思うので、教えて仰天をやりたいと思います。ドボンしてますけどね同時進行でいきましょう。どこまでだっけな。ちょっと待ってくださいね。はい、あ、じゃあここからだ。はい、行きます。教えて仰天。ユリナの好きなもの同士のカーボサイキだね。でも推し同士の組み合わせはないかな。優先するはキティちゃんかな。いや、もう全部可愛いと思うよ、サンリオ。え、待って、超可愛い。待って、市原銀のなんかゆるい感じが、グデタマのゆるい感じと共存し合ってて超可愛いんだけど。でもやっぱさ、グリムジョーが上がってくるって、やっぱグリムジョーってなんだろう、水色だからシナモンなのかな、分かんないけど、もグリムジョーって人気だよね、すごい。私グリムジョーのことさ、正直好きじゃないのよ。顔かっこいいけどさ、なんか性格最悪じゃん。いやごめん、推し置いたら、なんか分かんない、推してる人がいたら申し訳ないんだけど、なんかシンプルにちょっと性格が無理なんだけど、まあ、顔かっこいいけどね、性格は無理だからちょっと無理なんだけど、そう。でも千年決戦編だっけ、小説だっけ、なんかちょっと忘れてたけどね、見たらね、まあまだマシになったかな。でもあんまり好きくはないかなあまり好きくはないけど、千年決戦編読んで、まあみたいな、まあまあくらいにはなったかな。そう。でもウルキオラ、クロミちゃんなんだ、かわいい。クロミちゃんの目ん玉にも線入ってんじゃん、めっちゃかわいいんだけど。いいね、クロミちゃんかわいいと思います。みんなかわいい。アイゼンさんはなんだっけ、これバツマルくんか、いいですね。おお、マイメロちゃん、おお、ルキアなんだ。このゆるりんとした感じかわいいね。なんかさ、このさ、白夜さんのさ顔とさ、このポチャコだっけのさ顔のさコントラストが最高だよね。なんかこの感じの、ああかわいい、かわいいと思います。全部かわいいわ、何にしても。うん、めっちゃかわいい。じゃあ次、ゆりなさんは得意料理ありますか、もしよかったら教えてください。この前ゆりなさんストーリー載せてたレンコン挟み焼きを作ってました。見た目はははは は破滅的ですが、ど素人なりに頑張りました。ポン酢や塩をつけて食べました。うまいじゃん、普通に。いや、これだけできたら上出来よ、男の子で。これだけできたら上出来よ。いや、得意料理ですか。なんやろ、得意料理か。そうだな、なんもないなオムライス、オムライス。あ、卵料理が好きですね。私が卵料理好きでよく食べるんですけど、なんでしょうか。あ、最近だとオムレツをよく食べてるし、卵焼きとか、ちょっと卵焼き最近作ってない。てかちょっと前作った時なんかすごいなんかバームクーヘンみたいな卵焼きだったな厚焼きバームクーヘン、そうそうそう、めちゃくちゃ綺麗に全部剥がれてくれる、そうなんか、なんと3つぐらい卵使って全部1個に集中したらめちゃくちゃ分厚いのできてすごいことになった。めっちゃ食べ、あれ1個でもうボリューミーだったよな、うんうん、そうっていうのを作った。でも卵料理が得意かもしれないですね。簡単なんしか作らんから、凝ったものは全くもって作れない。なんか誰でもできるようなのしか作らない。オムレツとか卵焼きとかオムレツとか、そうね、そういうのが得意です。まあ誰でもできますけどねはい、次、
25日の南二子公園でゆりなさんが下尾さんとのデートの話で昼ご飯に焼肉を食べたいと言ってましたが、ゆりなさんの好きなお肉は何ですか？自分は豚バラ一筋です。私は、牛タン、タンが大好きです。タン一筋ですね。あのタンは厚切りも好きですけど薄いのも好きです。タンはすぐできるから、なんか肉って焼くのを待つのがすごく私はもうなんか早く食べたいなって思っちゃうんですけど、タンは秒で焼けるので本当にすごいすぐ食べれるし、厚切りのタンもとっても食べ応えがあってすごくあの美味しくて好きです。私は肉の中でも一番タンが大好きで、まあ肉、じゃあ肉か、じゃあ肉タンってまあでも高いよね普通に買ったら、うん、ベロやもんね、うん、だけまあでもタンが一番好きです。高いけどね、ほんと高いわ、なんであんな高いんだろう。美味しい、うん美味しいね、ちゃん好き。一番しかもさっぱりする塩とかさ、めっちゃレモンとかでさが脂っこくない、そうめっちゃ食べる。私脂身の多い肉が苦手なんですよ。何が脂身が多い肉なの、焼き肉とかカルビとか、分かる、1枚とかでもう気持ち悪くなっちゃう、むつごってなっちゃう。やれば1枚で十分、1枚2枚で十分かな。結構あっさりしたものがすごく好きなので、うんと、あっさりでいっぱい食べれるのが好きなんですよ。だから あのステーキとかでもヒレが好きです。脂身がないからさっぱりしてていっぱい食べれるので、脂身がないものがすごく好きですね。じゃないといっぱい食べれないんで、すごくなんかさ、脂っこいの食べてさ、いや気持ち悪いってなって帰りたくなくない？だったらさ、自分の好きなさっぱりしたさ脂身のあんまりないものとか食べて、なんかあーめっちゃ満足、お腹いっぱいやーっていうのがすごく私は食べた後の感想が好きですね。脂っこいのはなんか私あんまり胃が強くなくて、胃が弱いのでいつも胃もたれしちゃうんですよ、食べ過ぎるとっていうね。そう、胃が弱いくせにめっちゃご飯食べるから、まあ、毎度毎度お腹痛くなるから胃もたれしてるんですけど、そう結構でもそうですね、肉は一番それが好きですね。だから高級のお肉よりなら安い肉の方が好きかもしれない、の方が淡白だから。なんか高級のって油ブラ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 って感じやん、あんまりそれが得意じゃないから、安い淡白な肉でも全然。でもまあパッサパサだったら嫌よ。パッサパサもそもそするから、ある程度やっぱり噛み切れるほどのやつがいいかな。なんか口の中でなくなるみたいなんじゃなくて、それは食感の話ね。味は割とそんなにこうなんかもたもたじゃなくてさっぱりが好き。まあ噛み切れるぐらいの柔らかさがいいかなっていうのは思いますね。ちょっと噛み切れませんみたいなのはちょっと歯が死んでしまうんで。そうかなって思いますね。はい、次、10月25の公演の MC で下尾さんとのデートプラン、焼肉、ファッション系の買い物、笑顔という流れをゆりなさんプレゼントしていました。相方が変わってスリカだったらどのようなプランになるでしょうか。そうですね、スリカだったらですね、セリはスイーツが好きなイメージなんですよ、私の中でね。まあ、マカロンとかもす、マカロンとかが好きじゃないですか。だからスイーツを食べに行きたいんですよ。そう、甘いのが私大好きで、スイーツ大好きなんですよ。でセリも結構スイーツが好きなイメージがすごくあるので、スイーツを食べて巡ったりとか。でスイーツだったらちっちゃいからそんなね、お腹がすごくいっぱいになることはないと思うので、スイーツ巡りとかこうちょこちょこ食べて、何個か 2,3 軒とか回れたりとかしたらいいなって思うし、映画を見に行きたいな。私結構映画を友達とかと見に行くしたことがあんまりなくて、そもそも映画をそんな見に行ったことがなくて、結構友達とかと映画を見に行くっていうのがすごく個人的にやってみたい。見に行ったことはあるんですけど、あんまり多くないんですよ。
2回とか3回とかしかなくて、なので誰かと映画を見に行くっていうことがすごくしたいので、まあセリとも映画を見に行きたいなって思いますね。そうですね、やっぱセリと行くんだったらその時期にワンピースの映画がしてあるともう最高に、多分もう終わった後はもうめちゃくちゃ多分そのワンピーストークで盛り上がりながら、それこそカフェとか行ってなんかお話ししながら食べたりとかしたりとかすると絶対楽しいだろうなってすごく思うから、そうですね、そういうのがいいんじゃないでしょうか。どうでしょうか。あ、間違えた。ですよね。やっぱり見た後の、やっぱ見た後って超面白かったねみたいな、まあ面白かったら超面白かった、最高だったねとか、あのシーンが良かったねとか、いろいろあの語り合いたいじゃないですか。やっぱ語る相手いないと寂しくないのが、このワクワクしてめっちゃ良かったか、この興奮を誰にも話せんのめっちゃ辛いってなるから、一人映画はなんかどうしても見たかったり、例えばその、うん、私とかだったら、まあ、アニメとか好きなんですけど、それが好きっていう子がこう近場で見つからなかったら一人で行くのもいいと思うんですけど、やっぱり好きな子が周りにいるんだったら好きな子と一緒に行って、まあ、語るっていうのは一番素敵なあれなんじゃないかなってすごくやっぱり思いますね。次、仮面ライダーリバイスで使われている空飛ぶバイクが販売されるんだって、乗ってみたいと思う。うん、ちあんまりバイクに興味ないしな、空飛ぶことにもあんまり興味ないから、そうですね、乗ってみたいなとは思いますけど、なんか私あんまり浮いてるものとかに乗るのが好きじゃないんですよ。まあ、飛行機もちょっと苦手だったし、ジェットコースターも苦手だし、なんかこうふわっとする感じがすごく、エレベーターとかも苦手なんですよ、あのふわって感じね、がすごくあんまり好きじゃないので、なんて言うんだろうな、バイクは普通に見るのとかは好きなんですけど、なんか乗ってみたいなって思ったりもするんですけど、うん、なんて言うんだろう、なんかバイク愛ほどはない、普通に好きっていう感じなんで、ちょっとやっぱ怖いかなっていうのは、 100% の安全保障された何かであればいいんですけど、うん、まあちょっと視察段階とかだったらちょっとやっぱりあんまりかもしれないね。あんまり浮くのは得意じゃないかな、浮かなければ。逆に浮かない普通のバイクだったらいいですよ。うん、浮くのはちょっといいや、逆にね逆に浮くのはいいかな、浮かない方がいいかもしれない。はい、次、旅に行くなら海と山どっちがいいですか、行ってみたい場所があると知りたいです。あ、旅に行くじゃなかった、旅行に行くなら海と山、今の時期山に行ったら遭難しそうやな、怖いな。海か、海ね、海が好きかな、山より海かな、海の方がいいな。なんか山は私ね、あんまり運動が好きじゃないんで、なんか山登りとか小学生の時あったんですけど、きついきつかったきつかった。でもミネラルウォーターじゃないわ、なんだっけ、マイナスイオンが発生してる森林とかは行ってみたい。よくさ、なんていうの、パワースポットとかあるじゃないですか、山の中とかの、いうのはすごく興味がある。マイナスイオンとか自然でわー澄み切ってるみたいなのはすごくいいんですけど、山登りっていうものがあんまり好きじゃないから、その時空を超えてマイナスイオンに行けるんだったらいいけど、でも山を登ってあー辛いっていうところに綺麗な風景とかマイナスイオンがあるから余計に美味しく感じるものだと思うので、まあだったら、まあ、私別に山登り、いや、あの小学生の時あったんで、全然やってなかったことはないので、山登り、ちっちゃい山ですけどね、っていうのもなんかそのなんて言うんでしょう、あの楽しみとかそのいい感じなのは知ってるんですけど、まあでも私はどっちかというと泳いだりとか海の方が好きだったので、昔から海とかに夏毎年家族で海行ってたりとかするぐらい海が大好きだったので、まあどっちかっていうと海の方が好きかもしんない。浮き輪に乗ってプカプカ浮いて、なんか昔全然さ、浮き輪とか言ってさ、なんかすごいパパとかに遠くまで引っ張ってもらってさ、ウェーイとかってさ、足つかんとか冷たいとかやっとったんだけどさ、やっぱこの AKB に入ってから夏休みが、まあ休みじゃなくて夏休みだけど、
大体みんなが休みの時に私たちっていう仕事は仕事をするんですよ。みんなが休みの時に限って忙しくなる、みんなが忙しい時にあんまり私たちは仕事がないっていう皆さんの逆の特色なのでっていうのがあって、あのみん家族と一緒に過ごせなくなっちゃったんですよ、夏休みというものが。でそれでやっぱりプールとか海とかよく行ってたんですけど行かなくなっちゃって、あとまあ日焼けするっていうのもあって、やっぱ焼けるのはっていうのがあったので日焼けするっていうのがあってなかなかこう行けてなくって、前海外のロスに行った時の海に行った時に久しぶりに波を感じたらちょっと恐怖だった。なんかザバーンってなったんよ、うん、ちょっと怖っ、おーってなっちゃったの。久しぶりに波を感じたから、うん、もう何年ぶりの波やったから。それこそ小学校で最後ちゃん多分みんなで行った、中学校から部活始まって行ってないと記憶ないもん。嘘マジ高学年から。あそっか、いやいやそんなことはない、行った行った、いや行った行った、行ってないよ。せやん行ったって。行ってないよ、だってプールかな。じゃあ水着なかったもん。じゃあ姉ちゃん友達と行ったんかな。うん多分、ちょっくら覚えてないですけども。でもそれでなんか久しぶりに、あ久しぶりにいた時ちょっとびっくりしてしまったけど、でもやっぱり海はいいよね。あ安倍の安倍じゃあアペノミクスタカさんありがとうございます。ありがとうございます。ベなんそれ、ペじゃないの、言い直したのにまさかのベかいベでした。というわけでなんかそんな感じで、そうロスに行った時に久しぶりに見てうわーんってなったけど、でもめっちゃ楽しくて超はしゃいだった普通に海行きたいってなって飛行機降りてそのまま海に行ったからねうちらやばくない、マジ若かったわ。若いってねやっぱ行動力やばいわ、すごいよね若いって。すごいね、マジで尊敬するわ。あの若かりしき自分10代だったもんな確か、まだもう20代やけど、やっぱ10代と20代の壁はでかいよ。私も最近なんかさ若いって言われる言葉に対して本当にいつもんっていう顔してしまうの、本当やめないか。世間から見たら若い、そう若い、でもだってまだ大卒の年やもん。そうそう若いね、そうなんて社会人からしたらまだペーペーペーやんか。でもなもうこの世界におると若いって言われなさすぎて、なんならまあ AKB 入った時点で若いなんて一言も言われたことないけど、そう若いって言われたことないけど若いって言われなさすぎて、そのなんか社会に出た時になんかこう例えばまあ皆さんまだお若いくてとかって言われるやん、やっぱ仕事とかでもね、まあ本当にもう全然年上の方とかとお会いした時にんっていうさ思っちゃうの。もう若いんやけどマジで麻痺しとって、そうなんかだってさもう最近とかより一層さ入ってくる子がさもう中学1年生小学生上がりとかの子ばっかりやからさ、もうさ完全にバグってるわけよ。でやっぱさなんかフレッシュフレッシュみたいなやっぱ言われるやん。もうマジでさなんかその違う先入観が刷り込まれすぎてこの8年間で、えマジでもう本当え若いですかって思っちゃうのだからそうなんかんっていう顔しちゃうのマジで本当にやばい。だって若いって言われへんもん、なんかババアとはよく言われるけど、ババアとかおばさんってよく言われるけどな。私はもう10代の時から言われとったけど、18とかでもうおばさんって言われてた。まだビチビチの10代なんだけどなって思ってたよ当時はね。でも仕方ない、下がだって中学1年生とか、そりゃそうやわ、中学生からしたらそのもん高校生はおばさんだったかもしれない。全然やん全然やん、3つしか変わらない。そう3つしか変わらないけどな、やっぱなんかおばさんって言われすぎててね、よくわからない。でもなんかうちはまだおばさんとも若いとも言われんかったん、平均年齢ぐらいだったんちょうど入った時が、うん、でもうちの1個上とか2個上はうちが15で入って16とか17とか18ぐらいなのにもうおばさんって呼ばれとってめっちゃかわいそうって思ってた。そう
おばさんって言われてたんよね。やっぱ入った子が中学生1年生とか小学生上がりになったから、おばさんってなんか言われるとかって言ってるのを聞いてて、なんかかわいそうって思った。まだピチピチの高校生におばさんってどういうことってね、ももちゃん言ってたよね。そう、なんかやっぱ言われるって言ってすごい、ね、辛いじゃなくて、おばさんじゃないよ高校生ってさ、 JK キャピキャピじゃん、一番すごい JK ブランドね、マジで。何の時におばさんって言われてたから、そうやっぱりさ、ね、かわいそうだよねマジで。多分ファンの人も若い子を見すぎてバグってんねんやと思う、多分その辺の感覚。うん、もう10代じゃなきゃ若くないみたいな。うん、まあ何でもいいけどね、若いし私。そう、え、嬉しい。大人っぽい人は綺麗な時期が長いからむしろ得なようだって、イエーイ。でもゆりな別に綺麗な時期特に長くないんやな、これからかなとかやばい、8年も芸能界いてこれからかなとか言うてるわ、やばやばやば。もうアイドルって割と中堅なんやけど、もう8年やからな。もう今だって先輩方が、え、でもさ、わかる？なんかさ、それこそさ、入った時に若かった、幼かった、可愛かった子たちがやっぱどんどんさ、もう二十歳とかになって成人迎えたりとか、成人間近になってさ、どんどんさ、可愛いけど可愛さプラス綺麗さが増して大人っぽくなった。それこそゆいゆいとかなぎとかもさ、もう可愛い子供ねみたいな感じだったのが、やっぱ大人っぽい、可愛いけど大人っぽい綺麗さとかをプラスアルファされたやん。え、私なんてずっと老け顔やからさ、なんかそういうのないねん。どっちもいい。え、めっちゃ見て、カードめっちゃもらった。見て見て。やばない？多すぎ。そう。だからさ、すごいさ。何分でした？え、ぐすぐす。意見さ、すごいさ、思うのがさ、なんか今からとりあえず一応垢抜けたねっていうのはすごい言われるの。それはそうやと思う。だってブサイクすぎたもん最初が。だけど、でもなんか可愛い可愛いから。プラスアルファ綺麗さもってさ、もうプラスアルファや、うちゼロからちょっと10ぐらいになったぐらいやんか、どういうことって感じじゃない？そんなことないよ。絶対可愛くて美人になる方が絶対いいと思うねんけど、だってさ最初さ老けてる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 って言われて、あ、やっと年齢と顔が追いついてきたねって言われるんやで。でも垢抜けたよ。うん、それは関係ないって。年齢と顔が追いついてきたねって嬉しくなくない？え、嬉しくなくない？やだ、病天気はそんなに。ママに出せや。妹子の前で言うか。ママに出せ。ママが老け顔やから。君より老け顔やぞ。うん。それな。あ、皆さん、私を老け顔って言ってた。私の妹はもっと老け顔やから。マジで。私ちっちゃい頃、私が可愛い系だねって言われて、妹が綺麗系だねって言われてた。でも、私老け顔ってめっちゃ言われるけど、私老け顔って言ってたら妹はもうゴリゴリの老け顔。年下なのにおばさんになっちゃう。かわいそう。かわいそうって。かわいそう、かわいそうなあ、かわいそうやな。中学生の時に高校生って言われてる、うん、でもいいのもずっとそんな感じだった。14歳ですって言いながら、え、うちだってまだ同期のメンバーとかに、ね、このちょっと前、ほんまにちょっと前になんか、え、ギョーテン何歳みたいな、え、22やでって、え、嘘 !?22? え、もうちょっと上じゃなかったって言われたからな、こう8年おる同期に、え、嘘やろみたいな言われたんで、ちょっと前に。やばくないメンバーに、え、めっちゃ老けてんねんや自分って思うもん、ほんとに。おばさんなんかな顔、悲しい。綺麗な大人っぽいんじゃない、あれ歌わな、私がおばさんになっても、いやもう私おばさんやったらそれ歌えへんわちゃうわ。そう、やばいよねマジで、ウケるんだけど。
私老け顔で良かったなと思うことはとりあえずまだ今んとこない。もう今後の将来に期待してる。なんかもうみんながいや老け顔は大人になってから若く見られるよとか言われるから、それに今めっちゃ期待して耐えてる老け顔に。でもなんか言わん、なんか老け顔というか綺麗な顔の人はさ年取ってもあんまし変わらん。あそうそう、だからもともとなんか年取ったら結構、受けたねって、うん、こうさ比べられるけど、え、だってそれスタート地点がここやからな。それはもう年がこう追いついてくる方やから、どっちかって言ったら普通だと逆やん、うん、そうだからもうそれを期待してる。年取ってから年取っても綺麗やねって言われることを、え、何歳に見えないですね、お綺麗ですねって言われるのを期待して生きてるわ。あと何十年後20年後ぐらい20年後42なんだけど35ぐらい、うん、そう30後半から40代に向けての期待値よ。で自分磨きを、それな、自分にさ、自分自己投資しなさすぎて笑えてくるんやけど、自己投資してない。今はさ若いからさ、せえへんでも保ててるけどさ、そうやっぱり年取ってくるとって言うじゃない、自己投資って大切なのかなって本当に思うよね。願うベビーよ、だってママが、うん、バブ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 、いやそんなん言ったらうちの妹もだいぶバブバブやけどな。いや妹はそんなことない。みんな一番寝よる顔が好きなんやけど、かわいい、うん、かわいい、つるんとしとってうるさい、かわいい、一番かわいい、つるんとしとってはゆきやん。いや、マジでかわいいよ、一番かわいいと思ってる寝顔が、うん、寝顔可愛いってよくない？うちママにさ寝顔マジでブスなんやけどめっちゃ言われる本当に見せられへん寝顔してるからさ、すごい疲れてる時の私はやばい、赤ちゃんみたいな顔してるマジで本当に寝顔可愛いっていいよな。疲れてる時の私は本当に疲れてるからさ寝顔までマジで睡眠に集中してるからさ本当にやばいよね。でも人がさガチで寝てる時にさ本当に寝顔綺麗な人って少ないよな、うん、本当にさポケーってする人はポケーってするもんな起きとって可愛い人でもさ、とかさ起きとって可愛い人が意外に白目向いて寝とったりするやん、うんうん、結構アイドルの子って多くない？可愛いのに起きてる時可愛いのに結構白目で寝てる子ってすごい多くて、そうなんかすごいさびっくりよね。でも前撮ったさ、うん、送ったよこれ、うん、あめっちゃ漏れとったなあれな、めっちゃ綺麗だったよ寝顔かな、その時めっちゃ綺麗だった、すごい漏れとったもんな。あの寝顔は起きとって目をスッて閉じただけみたいな、うん、え、そう、あのよくさ寝てるっていうさ SNS にあげるかのようなさ、うん、嘘寝のガチ寝やったもんな。しかも髪の毛全部なくて顔さらけ出しとんのにめっちゃ綺麗だった。そう、あれは奇跡的な一枚やったかもしれんわ2枚やで、あ2枚か、あ、2枚撮っとったけんな、ほぼ変わらんけどカシャカシャって撮っただけやな、角度の違いほぼほぼあれやけどな。はい、次。マックはエグチとナゲット、ラーメンは豚骨、お塩、卵とエビなど同じものを一致する食べ物で、え、何？同じものを一途に食べるイメージになっちゃうんですが、最近ちょっと冒険して食べたら美味しかったものとかありますか？基本的に同じものしか食べんからな。最近冒険して食べた美味しいなって思ったもの、美味しいなって思ったもの、うん、美味しかったもの、最近冒険するような食べ物食べてへんからな。冒険、うん、だってさ普段自分が食べるって絶対冒険してあんま選ばへんもん。安定が美味しい、だって買ってお金払ってさ美味しくなかったとか嫌ちゃう。まあ自分が作って失敗したとかなら食べるけど、商品、元ある商品を買って食べてお金まで払ったのになんか美味しくないみたいな嫌じゃない？だから絶対安定を選びたいタイプの人なのよ。でも昨日のドレッシング珍しかったよ。珍しかった、でも、うん、あんまり得意じゃなかった。お姉ちゃんは酸っぱかった、めっちゃ酸っぱいの好かんやん。あのドレッシングな、うん、初めて食べてみたけどすごいの選んできたなと思ったもん。じゃあ上に乗っとる具材が好きやって、ああ、やったな、う
具材で選んだんだ。そう、ちょっと冒険してみてんけど、ちょっとやっぱりあんまり得意ではなかった。ダメだった、あれはいかんわ、酸っぱい。だってもう入っとるものが、うん、お酢が入ってる。もうお酢すかんけん、自分酢の物も無理か。酢の物すかん。そうやな、じゃあ何だろう。チョコレートとかだって絶対まずいことないやん。お菓子とか、いやお菓子でまずいとか逆に珍しいんやけど。チョコをまずくする、チョコをまずくするってなかなかのテクニシャンじゃない？そんなことできる？安定的にあの美味しいもの、えぐみのあるものを入れるとか。あー、例えばなんか絶対合わないものにつけてみるとかな。そうそうそう、それはやばいやろ。それはやばい、それ商品として成り立たへんやろ。手作り、うん、手作りはしゃん。え、ないやろな。あ、でも食べたことなくて、食べて、あ、意外と美味しいかもしれん。美味しい、うん、好んでは。で、注文するかってやったらせえへんけど、でも、あ、思っとって美味しかったかなと思ったのキムチ。あーね、とか、角的かなとかは。角的ってな、角的、角的、角的、四角いさ、大根の漬物みたいなやつあるやん、辛いやつ。あ、角的、角的、角的よくさ、あれこの前のチキンについてきたやつ。え、チキンについてきたやつ。ちゃうちゃう、あ、まあ、あんな感じのなんかもっと辛いやつみたいな。 あれは酢の物やろ、うん、じゃなくて、そう、まああれはなんか前キムチ食べた時にダメだったんです。多分キムチでもさ、いっぱいさ、なんていうの、キムチって大体あれって韓国の家庭的で、家庭で全然味が違うみたいなものじゃないですか。で、昔なんかキムチをちょっと食べたことがある、試食で。なんかスーパーの試食とかあるやん。で、私断れずに食べたことがあって、でちっちゃい頃ね、 あんまり好きじゃなかったのよ。で、それでそっから、でもキムチ鍋とか食べたことがあった。でもあんまり、うん、その時の味があんまりいい思い出がなくて、食べたことなくて、ずっと生きててんけど、初めて、まあ確定は初めて食べたんやけど、そう、辛かったけど、でもなんか、え、ダメだではなかった。普通に美味しくて、え、美味しいって思った感じですね。まあ、また頼むかって言われたらちょっと微妙ですけど、でも普通に美味しかったです。まあ、出されたら普通に食べるって感じ。めっちゃ辛かったけどね、もう辛すぎてびっくりしたけど、でもそんな感じかな。次、いろんなステージでパフォーマンスしたことあると思うけど、やりやすいやりにくいとこはある？だって、あ、床の素材、屋外、屋内、天空、靴。靴はね、やりにくいなんてね、割と普通かな。踊りづらいとか、例えばヒールのものとかだと、やっぱ踊りづらいのは、まあ、もう本当に踊りづらいから。あとやっぱり回りづらい足場、なんかステージによって下の素材って違うから、めっちゃ滑りやすかったり、逆に滑りづらかったりとかっていうのも実際あったりとか。あとは基本的に劇場とかとかもそうなんだけど、イヤモニをして歌うことがあんまりないから、私逆にイヤモニして歌うのすごい無理。でもイヤモニをしないと、広いとこだと反響で音がずれちゃうから、イヤモニをしたりするんですけど、やっぱ慣れてないとイヤモニはやっぱ難しいって、やっぱ、うん、言う人は言うね。そう、そう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 、まあそういうのはやっぱありますね、うん。次、もうすぐハロウィンですが、ゆりなちゃんがやってみたいコスプレは何ですか？ゆりなちゃんがやってみたいコスプレ、ゆりなちゃんがやってみたいコスプレ、なんだろうね。うん、もう一周回ってかぼちゃとかどうよ。かぼちゃジャックオーランタンいいんじゃない？もう一周回ってかぼちゃいいと思う。え、もうこっからここまで、あれじゃん、よくプクプクしてるやつ、あ、プクプクしてる、そう、あれかわいくない？だって、あれでかぼちゃはやばい。え、だって160センチのかぼちゃってことじゃん。そう、バカでかバカでか、その代わり横サイズもでかくないとあかんからな、かぼちゃやから。そう、そうとかいいかもしれないね、うん。あ、それかさ、なんかハロウィンのコスプレとかで、今年何がハロウィンのコスプレで多いんかな、なんかね、予想してる人がおったよね、忘れたけど、
なんかそうですね、でもキャラクターとかやっぱよくあるじゃん、うん、キャラクターだったらな、そうだな、大好きな呪術廻戦とかだったら女の子のキャラクターで一番好きなのはマキさんだから、マキさんとかどう、メガネにポニーテールだし、尻ポニーテール大好きだし、ちょうど前髪パッツンだし、マキさん、呪術廻戦のマキさん、見てみて、調べてみて、みそみそみそ、そう、マキさんとか。でもうちファンの人にやってほしいってめっちゃ言われてたもん、ねずこやってほしいって、なんかめっちゃねずこに似てるから、ねずこ、私がうち前髪をよくさ横に留めたりとかするやんか、うん、ねずこに似てるからねずこをやってほしいって言われたんだけどね。こう、あ、そうだ、イカゲームのコスプレを今回ハロウィンでめっちゃやるんじゃないかって、すごいイカゲームが流行りだした頃にそう言ってる人めちゃくちゃいたね。そうだよね、そうそう、なんかすごいやっぱイカゲームのさコスプレ、そう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 、これそう、それへー、まあ殺す側でもいいし殺される側でもいいけど、イカゲームってなんかのあれ、かん、あの韓国で放送してるあのドラマ、うん、ドラマ、ネットフリーでしか見れないのかな、確かなんだけど、え、多分ね無理だと思う、グロいもんだって、なんかね人がいっぱい死んでいくらしい、うちも見たことないけん知らんのんだけど、うん、なんかあんな感じ、それこそなんか例えばだったら神様の言う通りとか前に言っとったじゃん、あれ見た、そう、 あんな感じだ、人がどんどん死んでいくらしいで、ゲーム、ゲームにクリアせんと、あれくらいまでならまだ見れる、え、マジ、いや結構あれもグロなかった、グロかったよ、ね、怖かった、なんかあの嘘つきに出てくるあれクマ、白クマ、クマとかもマジ、でこけしとかが出てきとったよな、そうそうそう、ああいう系が無理だから、そう、でもね、そう、あ、見た、マキさん調べた、マキさん調べて、呪術廻戦のマキさんとか、うん、いいと思う、可愛くない、うちマキさんいっちゃん好きなんだけど、女の子のキャラクターだったら、え、これそう、パッツンだし、ポニテ、そう、ポニテだし、あ、でも流してるよ、え、それ1年生の頃、今はバツ、うん、え、今はもっと、うんと漫画の最新刊ではもうその髪型じゃないけど、あ、そうですね、ダバレになるからあれだけど多分持ってると思う、これ最新、最新なこれ、わお、そうイメチェンだ自然なイメチェンよな確かにな、うん、そうだから今度だって呪術廻戦ゼロ巻さのさ映画始まるからさ、この流しの、でも私流し 眉毛じゃないわ、なんだっけ、前髪似合わへんからパッツンのがいいかな、うん、マキさんとかどうよ、マキさんいいよね、いや私は好きよマキさん、呪術廻戦はマジ気の強い女の子ばっかだけどマジでかっこいい、なんかマキさんかっこいいよね、なんか男の子にも負けないかっこよさっていうのはすごく思う、次、アイスは好きだけど野菜はあんまり得意ではない、ゆりなちゃん、アイスのみの野菜シリーズは食べたことがありますか、ないんだけど、見たことないわ、僕はさつまいもとトウモロコシを食べました、さつまいもは微妙でしたが、トウモロコシはおいくつかったです、え、逆に、トウモロコシ、私トウモロコシ好きやねんけど、トウモロコシのアイスとかおいしいんか、ほんまに、わあ、ほんまやな、9月1日だ、でも見たことなくない、コンビニかな、なコンビニのアイスあんまり買わへんから分からんわ、見てこれ、え、そう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 、本当かぼちゃ、秋の味覚大好きなんやけど全部好きやわそれ、野菜だったらな、紫芋でも美味しくなかったんて、あ、そうやそうや、そうや、結構さみんながさあの755でコメントしてくれとってさ、なんか海藻か海藻米かめっちゃ悩んどっってさ返してないねんけどさ、okay. 私がさ悪魔のなんちゃらプリンみたいなやつのさ乗せたんやめっちゃ美味しかったみたいな、生チョコみたいなめっちゃ美味しかったみたいな、うん、あれをさ結構サファンの人がさ探しとんだけどないんですけどって言われたんだけど、あれスーパーで買ったっていうかスーパー薬局かなみたいなとこで買ったから、うん、コンビニでは見たことない、
からもしかしたら多分スーパーに売っとうとか売っとうかもしれんけど、うん、でもコンビニはないと思うし、コンビニ見たことないとか、あんまりコンビニでスイーツ買わへんけん分からんけど、そうですね。なんかよくドラッグストアでそういうの売っとるとこあるじゃないですか。ドラッグ持っとるし、ドラッグって高いな、ドラッグストアも、ドラッグストア持っとる、薬持っとるし、どっち持っとるみたいなのあるやんか。そう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 、そうな。でもね、なんか分かんない、そこのとこのさ、ああるって、自分が品出ししましたよ、だってだからあるって。でもさ、あれなんじゃない、本当にそのやっぱ場所とかさ、取り扱ってる店舗にもよりけりなんじゃない。そう、なんかここでは売っとうけどここでは売ってへんみたいな、めっちゃあるやんか。やけんそういう感じなんだと思います。次、ゆりなちゃんこんばんは。生活用品、洗剤、歯磨き粉などどれぐらいのタイミングで買いますか。歯磨き粉はなくなりそう、あーもうめっちゃこうやって振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 って、あーもうめっちゃギリギリやみたいな時に買います。でも基本的そんなもん。そうです、そう、まあなんかシャンプーとかリンスとかそういうのはストックはあるけど、あの歯磨き粉にストックはないかな。結構ギリギリになって買いに行く。だってストックをさ、そんないっぱいしまえるほどさないもん、場所がね。場所がそんないいとこ住んでへんから。うん、だからあんまりストックはね、あのね、結構ギリギリにならないと買いません。ボディーソープはよくなくなる。うん、それな。そう、2人やから早いねんな。そうなんだよ。あとさ、除菌ウェットティッシュめっちゃあるよな、家に。これ、うん、これでしょ。うん、うん、めっちゃあるやんな。でも、うん、バカでかいカッパックみたいなんだよな。なんていうの、なんかヨッケ入っとるやつやんな。ヨッケ入っとんがひとまとめにされとるやつやんな。めっちゃ持ってる。送ってくれたか。そうそうそう。でめっちゃ服やんなって、携帯とかさ、携帯とか持ち物とかを服でしょ、みんな帰ってきたら拭かない、服でしょ、汚いでんだったらバイキンだで。外で触ってさ、外で触っとんのにさ、家帰って手洗ってこれ触ったらもう結局手洗ってへんのと一緒やからな。そう、だからめっちゃ使うやろ。でそういうのめっちゃ、しかもちょうどコロナの時期、盛んな時期にめっちゃ買ったから、そうめっちゃあるよねストック。うん、でもだいぶ減ったよ。だいぶ減ったね。だって毎日さ何回も使ってるやん、あれ。初めこっちがあったよ。そう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 、めっちゃ服で、これはいいよね。いい、アルコールちゃんと除菌しんと汚いで、みんな携帯アルコール。うちあとマスクもめっちゃ買える。うん、なんかこう電車乗ってレッスンしに行くじゃん。でまずレッスンでまず買えるでしょ。でこうやって次の仕事場にもしあったら、そのとこでまた買えるみたいな。だってレッスンした時さ、わーとか言ってこうやってこう触るじゃん。もうこれ手洗ったのに触ってたら、もうバイキン触ってんのと一緒やから、もう意味ないから。これこう触っちゃうと、表面触っちゃうと、何のマスク、うん、そやろ。だからね、まああんなに気をつけてもなるときはなるけどな。あんなに気をつけてもなるときはなる。服もちゃんと変えるんだ。そう、服も帰ってきたら脱いでんのに、それでもなるっちゃう。なった。羽織とかもいちいちシュッ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 、本当にね、除菌するのにね。でもあの時ちょっと忙しすぎてさ、うん、めっちゃ体力、免疫落ちてたからな。気をつけてたもん。毎日死んでたね。毎日死んでたね。忙しすぎて、うん、でさ、なんかご飯もさ、なんか普通の人からすると普通なのかもしれない。私が今までめっちゃ食べてたのを、やっぱ忙しくなったから合間でってなって、そんなになんて言うんだろうな、食をたくさん取らなくなっちゃったから、なんか免疫が落ちてしまって、それも相まって重なってかしら。でやっぱいろんな人にたくさん会ってたから、あの時期レッスンがいっぱいあったから、そうそう、だからマジで本当に気をつけた方がいいで、まだ油断はせえへん。
そう、顔の周りの毛とか危ないで。私家帰ってきたらいつも前髪ピンで留めて髪の毛後ろで縛ってるからな。な、帰ってきたらすぐしてるよな。なんて汚いもん髪の毛。そうで、そのままその面倒くさい時はそのままショールームしてるやんな。だからなんか顔、全面顔の時が多いんですよ。そう、全面顔面出しが多いのはそのせい。そのせい。次、最近8メンバーでも展示会に行くメンバー増えてきたけど、ゆいなも行ったのかな。だって、うち展示会なんて行ったことないんやけど。何の展示？個展？見に行くの？絵画？服の展示会？行ったことない。展示会ってあれ招待やな、多分。そう、招待やと思う。多分なんか DM とかの、とかの多分招待だと思うけど、分からん、行ったことないけん分からんわ。どうなんやら。そう、全然行ったことない。展示会でね、で限られた人しか行けないから、ちょっと安く買えるよね。確か2割3割ぐらい安く買えるみたいな。そう、行ったことない。次、こんなんが2週間ぐらい治らなくて困っています。ひなちゃん、こんなんできた時に気をつけていることは。そうですね、今までは割と自然放置だったんですけど、あと薬局に行って、あれを取ります。ビタミンかなんか分からんけど、口内炎に効く、口内炎に効く、何々が不潔じゃないわ、不活、なんだっけ、不潔、不足していますみたいなやつあるやん。でなんかなるだけ早く治せるようにしてる。だって痛いじゃん。美味しいものが美味しく食べれないなんて本当に辛すぎるんだけど、本当に。でも基本的には放置ですね。もう自然の力で、自分の免疫力でどうにかするしかないって感じ。私はよくね、ご飯と一緒に自分の口の中も噛むからね、よくなんだよね。わかる。これ、ああやってしまった、これ口内炎になるやつやわみたいな、よくなるよね。マジで。そう、太ってるせいかもしれない。だって痩せてる人なんて口に肉って噛めへんもん、うん、太ってるとどんどん口の中をこうやって伸縮されて口の中を噛んでしまうんですよ。だから本当にね、マジでよく噛んでしまう。痛いね、うん、痛い。なんか肉ちぎれる音嫌い。あ、分かる。もちろん。あとさ、なんかさ、気持ち悪い、見てるの、うん、なんかさ、噛んだ後とか白くなってドーナツ状みたいになるじゃん。あれ見ると鳥肌立つんやけど、うち口内炎の話とるやろ、そう、とかマジで見るの本当に気持ち悪い。鳥肌立つんやけど、いつも真ん中がへこんどるのね、うん、マジで気持ち悪い。今鳥肌めっちゃ立ったんやけど、ゾワゾワとした、気持ち悪い。次、ゆいなお姉さんは、学生の時当番とか委員とかしてたことあるの？あるよ。だから当番は絶対みんなしてるでしょ。しかもなんなら委員って絶対みんな入らんといけんけんさ、何かしらの職務には絶対つかないといけなかったんで、中学生の時は そうではなかったですけども、小学生の時って絶対だったんで、そして何らからの委員には入っておったりしましたね。小学生の時児童館入ってたからね、うち。こう見えて本当に、そう。日直は日替わりじゃない？こうやって交代交代にやってたりとかね、しますよね。次、パールのアクセサリーは好きですか？パール好き。てかパール流行ってるよね、今回っていうか今年っていうか最近。めっちゃパール流行ってない？パールのアクセサリーとか、なんかこうカバンのさ、持つとこがパールだったりとかさ、結構今年すごい、今年最近分からんけどさ、めっちゃ流行ってない？すっごいそれをね思います。ちなみに私もう何時間配信してんの？1時間ぐらい、ね、何時から始めたんやっけ自分。あ、ちょうど1時間ぐらい。うん、オッケー。早いね。うん、ね、流行ってるよな。せやんな、
じゃあ次、先日ヨコちゃんが卒業発表したが以前に一番アニメの趣味がゆりなちゃんだという、会うのがゆりなちゃんだと言ってました。もし2人でアニメを見るなら何の作品を見たいですか。個人的にヨコちゃんとゆりなちゃんのツーショットが見れる。ツーショットはね、いつ撮ったっけな、ちょっと見たいです。メモ版を撮った時は、あー、あるある、撮った。待って、何見たいですか。逆に何がありますか最近。コードギアスは一緒に見たんですよ、映画でも。今やろ、最近やろ、最近で何が逆にヨコちゃん見てるんやろ、ちょっと分からん。最近何見てんねやろな、ヨコちゃん。そう、あれ以来全く持って会ってへんからな。そう、何が、何見てんねんやろ。最近のド定番とか見てんのかな、東京リベンジャーとかジェルズとか。あ、待って、バイオレットエヴァーガーデン、もう1時間経ってしまった。今日9時からだったのに、最悪。うわー、見逃した。何それ。バイオレットエヴァーガーデンっていう、金曜ロードショー、金曜ロードショー、そう、金曜ロードショー。あー、今日見ようと思ったのに、うちずっと楽しみにしてた。あ、今日や今日やと思って、仕事中にな、あの、仕事中ちゃう、仕事行くときにツイッターでも言ってくれたら録画してみたの。仕事中でも、仕事帰って行くときに、あ、今日や今日やって思ってたの。最悪や、もうショックすぎる、もうテンション下がるわ。今見てなかった。でもね、お姉ちゃんバイオレットエヴァーガーデンアニメは見てないの。見たかったんやけど、うん、私が入ってるやつにはバイオレットエヴァーガーデン入ってないの、うん。テレビ放送もしてなかった。うん、それだ、その時は別に知らんかったもん。ああね、した時は知らんかったとか、うんうん。それで映画が、映画が始まるってなって知ったんや。